YD ドックのラジ線情報です。 JMSS 日本模型潜水艦協会が主催する日本唯一のラジコン潜水艦の競技会、サブマリンレガッタジャパン、その参加潜水艦の貴重な映像をご覧ください。ノーティラス3号、ノーチラサンゴさん、はい、今日はどんな船を持ってきていただけました。今日はこれエイモス5号です。はい、これは鉄人28号潜水艦ですね。これはなんていう作品に出てきた本。これはサブマリン707です。サブマリン707ですね、小沢悟先生、クラシックのサブマリン707、サブマリン 707F じゃなくてクラシックの方ですね。そうです。はい、これはこういうサイズでこういう船はきっとなかったと思いますが、はい、これはスキップジャックの改造です。 USS スキップジャック級、スキップジャック、これはどこの船ですか。ドイツレベルのプラモデル、プラモデル。これ中って 見れますか、はい、素晴らしい。 これ皆さん見てください。これどないなっとんですかね。うわ、小さいよ。小さい。この手の大きさと比べてください。これがちゃんと走るんですからね。まあいい時代になったもんです。こんなちっちゃなサーボが普通に買えるんですからね。そうですね。これなんですか、この NEC って書いてあるの。これ受信機。いや、これはマグネットスイッチですね。マグネットスイッチ。受信機どれですか。これ受信機。受信機はそうですね、ちょっと待ってください。あ、こっちですね。これは受信機ですね。でバッテリー、これ リチウムイオンですか。これはリチウムイオン電池。あ、そうです ね、リチウムリポね、はいはい。でダイナミカルダイブ3チャンネル。そうです。これはまたちっちゃな、これはどこ あのユニバーサルジョイントですかな。ユニバーサルジョイント、これはどこでしたかね。グラプナーかなんか。グラプナーの2ミリのやつですね。はあ、グラプナー2ミリ のやつがあるんですね、あのモデルショップキャプテンさんとかに問い合わせば多分手に入るんでしょうね。キャプテンさんでも入ると思うんです。で上の船体の裏側を見せていただけますか。これプラモデルで、まあ、でっち上げたという言い方よくないですが、素晴らしいですね。はい、上部甲板の表側を見せてください。これ皆さん素晴らしいですよ。これ作れるんですよ、こういうものが。やる気さえあれば素晴らしいですね。誰が見ても鉄人28号ですね。はい、面白いね、船ですね。これはスクリューはどうされましたか。スクリューはあるものをちょっと加工しまして。なるほど。だいぶ削ってあります。これこの部分のシーリングはこれどうやってあるんでしょうか。これはただの、真鍮パイプ、シリコンチューブに、真鍮パイプにシリコンチューブをかぶせてあるだけです。オーリングとかは入れてない。入れてないです。すり合わせとグリス詰めてあるだけ。そうです。水が入らない。それで入らないです。素晴らしいですね。皆さんこれ参考にしてくださいね。このウォータータイトシリンダーこれ自分で自作なさったんですね。これ旋盤で加工したんですか。これ旋盤で加工してあります。ご自身でなさったんですか、これは。はい、素晴らしい。旋盤持っておられるんですね。一応あるんです。どういうわけか。素晴らしいですね。これ、まあ、怪我しないようにしましょう。旋盤非常に危ない機械ですからね、皆さん、怪我しないようにしましょう。はい、これは何のためについてるんでしょうか。皆さん、これはエア抜きです。充電や、まあ、走行した後に、ね、WTC 内の圧力が変わるのでということですね。はい、ありがとうございました。素晴らしいものを見せていただきまして、はい、じゃあ来年も一つよろしくお願いいたします。はい、これはなかなか相関が難しい。難しいですね。それプロポをそういうふうに作り直したんですか。プロポ、これ飛行機用で出てるやつなんですけどね、きっと。はあ、こういうちっちゃいプロポが。インドアプレーンとか。はあ、で日本製で。日本製で。へ、まあ中だけですけどね。はあ、これ番号は何番。これ63番。63番。さて、いかがでしたでしょうか。JMSS 日本模型潜水艦協会のご講義、貴重な映像をご覧いただきました。
このシリーズは2003年から現在までの参加感をランダムにピックアップしてお届けいたします。ということで次回もお楽しみに。よろしければチャンネル登録お願いいたします。